한국 현대사의 대표적인 비극으로 통하는 제주 4.3이 오늘 75주년을 맞습니다. 20년 전 국가의 첫 사과에 이어 피해 배상도 시작됐지만 추념식을 앞둔 제주는 긴장에 휩싸였습니다. 박주연 기자입니다. 제주 4.3 희생자 국가 추념일을 하루 앞두고 마련된 합동위령재단. 3만여 명으로 추산되는 희생자들의 넋을 기리기 위한 의식이 진행됐습니다. 4.3 광복으로 참담하게 희생되신 영령들을 추모한 세월이 언 75주기가 되었습니다. 지난 2003년 정부의 첫 공식 사과에 이어 피해 신고와 진상규명 절차가 뒤따랐고 작년부터는 국가의 배상도 시작됐습니다. 어느 때보다 높은 기대감 속에 75번째 추념일을 맞았지만 현지에는 긴장감이 흐르고 있습니다. 지난달 20일부터 제주 전역에 내걸렸던 일부 보수 정당과 구구단체들의 현수막. 4.3을 공산 폭동이라 주장하며 배후로 김일성과 남로당을 지목했습니다. 파문이 커지며 자치단체가 강제 철거했지만 희생자 유족과 제주 도민들에겐 큰 상처로 남았습니다. 정당의 표현의 자유를 넘어 4.3 특별법을 정면으로 위반하여 4.3 유족의 명예를 극심하게 훼손하는 불법 현수막입니다. 추념식장에선 사상 초유의 물리적 충돌마저 우려됩니다. 서북청년단 등 구구단체들이 행사장 앞에 집회를 신고했고 제주지역 4.3 단체들도 대응 성격의 맞불 집회를 예고했습니다. 구구단체의 만행을 더 이상 두고 볼 수 없어 그들이 폭력에는 폭력으로 주장에는 주장으로 답할 것을. 당선인 시절이던 지난해 추념식을 찾았던 윤석열 대통령은 불참하며 한덕수 국무총리가 대신 참석합니다. MBC 뉴스 박주연입니다. 야, 히도. これはね、まあ本当にちょっと話にならないのが、西北戦乱の名前をこの3万人虐殺したこの団体の名前を使う団体が出てくるっていうのがね、そうですよ。許せないですよね。何なんですか、元の意味は。西北戦乱っていうのは、北の平壌とか、平壌の、とにかく西の方。だから、38度線より上は北でしょ、はい、地域的に北ですよね。その西側、はい、西側だから西北の青年団で、それキリスト教の青年団っていうのがあって、それが極右なんですよ。それでそこの、西北青年団が大挙チェジドに来て、虐殺とか強姦とかそういうことをしたっていうふうに言われてるんですけど、それがまたここに横断幕を掲げたりしてるんです。あ、なんかその意地悪で使ってるってことですね、西北っていう、うん、あのだからまあだからそうですね、だからその団体の直接の関係はないでしょう、はいはい、その70年前のね、うん、70年前の西北青年団と、はい、その名前を使ってる？ちょっとじゃあ他のやつを見せると、この時問題なのが分かりやすいかな。じゃあこの時に西北青年団っていうのは誰が作ったかっていう、ことがあるんですけど、西北この、この4月かな、キリスト教の復活祭。復活祭があったんですけど、この西北青年団を作ったって言われてるのが、このハンギョンジ牧師という方なんですね。この人が韓国をある意味では動かしてるんじゃないかっていう黒幕の人なんですけど、それで、これをちょっと見ていただきたいんです。その復活祭の時に、これ、英楽教会って言うんですけど、부활절 연합예배 서울 영락교회 윤석열 대통령 출산 예수님을 속히 영접하세요.
ユン・ソンニョルは、この西北青年団の本拠地である英楽教会に行ってるんです。ヨンさんの、追悼式には来ないで。そう、ヨンさんの追悼式に来ずに、このヨンさんの虐殺をした教会の追悼、ミサに行ってるんですよそうそう、ね。本拠地に行って、やってるわけですよ。それで、で、ユンソ、うん。それ問題なのが、英楽、この後にですね、これが北から、元北の外交官で、脱北して、今、韓国の国力党の最高議員になった、テ・ヨンホっていうのがあります。こいつは、ヨンサンは、キム・イルソンの指示でやったって、今でも言ってます。それと、この同じように最高議員で、今度はこっちは筆頭最高議員になった、金正恩も、ヨンサンを卑下することはある。与党側の最高議員がこう卑下してるわけですよ。それで、これ、チョン・ガンフンっておなじみのね、ところに、これ、チョン・ガンフン、こいつもヨンサ拍ンは、手でキすム・イルソね。ンがやったってんで、ここにわざわざ、金正恩がこれ行って、最高議員、筆頭議員にさせてきてありがとうございますって、その後に、ヨンサンを卑下する言葉を言ってるんです。だから、与党が完全にヨンサンを、もう、なんていうかな、は北の仕業っていうことを堂々と教会に行ってやってるわけですよね。国力党の中心がね、大統領と。やっちゃいけないことをやってるわけですよ。75年経ってるわけですよ。それを今でもやって、こういうふうになってるのが韓国の今、政界の現実です。なんか日本よりもひどいですね。いや、本当そうです。ひどいで。いや、だからそもそもユン・ソンニョルがね、だから通ってた小学校が、こそのハンギョン地区っていう、西北青年団作ったう。親玉がやってた超お坊ちゃま学校に行ってるわけですよね。で、ユン・ソンニョルの政権に小学校の同級生ってむちゃくちゃ多いんですよ。なんで小学校なんだっていうと、そういうお坊ちゃん学校の、しかも、極右の人殺しができるっていう思想を持ってる人たちが行ってたお坊ちゃん学校なんですよね。なるほど。それでちょっと私が見ていただきたい、やっぱりこの統一教の問題もあるんですけど、すべてのやっぱりね、知る上でね、この人をね、やっぱり知らなくちゃ、さっき言った四楽教区ハンギョン軸の、ですね。ハンギョン寺牧師ですね、これが西北青年団を作ったりとか、それで、こちらにキリスト社会党という党を作ろうとしたり、チョン・グァンフン、ハンギチョン、韓国キリスト、ハンギチョン、総連合会かの、作ったのも、このハンギョン寺ですよね。ね。それで、このハンギョン寺っていう人が、私はこの人と関連して、統一教が日本に送られた可能性はあるんじゃないかと思ってるんですね。それで、この人がに関連して、ちょっと、映像を見ていただきたいなと思います。韓国の最大、教会の牧師たちがどういうことを言ってるかということを見ていただきたい。돌아보면서 대한민국을 승리나게로 결정된 행사는 모든 민노당 북한의 대남 적화 전략에 동조하는 민노당은 김정일이 하수인들 아닙니까? 도심을 마비시키는 그런 불법 시위를 하는 자들, 반값 등록금을 외치는 자들, 이것이 모두 북한의 대남 지령이라는 충격적인 여러분 반갑습니다. 네, 감사합니다. 정광훈 목사님, 다 같이 환영합시다. 나라를 살리는 이 일에 꼭 참석해달라고 그러는데, 이 목사의 말에 얼마나 순종하는가 내가 한번 보고 싶어요. 금당에서 50분 다 한번 일어났다 해주시면 좋겠습니다.
この姿、4、5年前から現れた手ぐっでそのまんまですよね。そうですね。はい。カンファムンで、だからもう、これ、ここがそのまま移動して、カンファムンで手ぐっでになったと考えられるんですよね。それで、この時に出てるのが第3位の訓難協定の、キム・ホドン、あれ？キム・ホドン牧師かな？それはもう、あれです。北のピョンヤン道出身ですから、はい、西北青年団ですね。はい。それが、これがある意味で、これ11年前ですから。で、あの、テグッキ部隊がカンハムンの選挙するのは3、4年前ですよね。4、5年前から。3、4年前からでしょ。もう11年前にこういうふうな全く同じ光景があるわけですよ。공산주의마귀의사상으로말미암아공산주의마귀의사상으로말미암아공산주의마귀의사상으로말미암아오늘날많은사람들이지금오염되고있습니다하나님께서우리를위해서진실로위기에서싸워주지아니하셨더라면이나라와민족은오늘날지도위에존재하지않게되었다는것을생각해보지아니할수없습니다그러므로우리오늘날중국과민족이깨달아야될것은이나라와이민족은하나님이사명을주어서택했다는사실을사명을주어서택했다는사실을사명을주어서택했다는사실을깨달아야만하는것입니다우연히존재하는것이아니라하나님의뜻을이루기위해서하나님께서이리와사자의길에서우리를건전해주셨습니다김일성주체사상의20세기에기괴한김일성황제독재정권과침략야욕과군사도발위험은아직까지사라지지않고있는것입니다그렇기때문에오늘우리가해야될것은무엇입니까무산대중이잘살고계급없는사회를건설하자고하는민명아래모든체제를정복하고교회를파괴하고기독교를말살하고없애버리자고하는이런공산주의사상사탄의사상이지금세계를정복해가고있고지금대한민국도많이공산주의사상으로말미암아오염되고있습니다하나님아버지여지금은전쟁의흔적도사라지고번영이이땅을차지하고모두다잘먹고잘입고잘살게된이형편에 6.25 를잊어버리고또다시사회가혼란해지고정치가불안해지고경제가도탄해이러면내아버지하나님의시민족은하나님의심판을받을지모르겠습니다하나님의심판을받을지모르겠습니다하나님의심판을받을지모르겠습니다これ第1位の良いの寸法軍協会の人ね、はい、でもう一人がキム・ホドンが第3位かな、それで弟、はい、この、第1位の寸法軍協会の創設者の弟も、もう特第2番目ぐらいの大きい協会を持ってます。それで、英楽協会は第9位ですけど、はいはい、もう、その、韓国の大教会っていうのはほとんどこれなんです、うん、それでこれを誰が育てたかっていうのはハンギョンチです。じゃあここのままじゃあ2部に行きましょう。はい。ちょっと長くなりましたけどね、じゃあ2部早速行きましょう。はい、はい、すいません、ちょっと大事な特集です、ね、大事な特集ですからね。はい、まあ韓国の宗教ってことなんですけども、日本でね、統一教が安倍元総理の銃撃事件で、大きな話題になりましたけども、その日本でも統一教が結局反日カルトで北とつながってるんだと、自民党は北の回し者だ、韓国の回し者だみたいなことを言う人が多いじゃないですか。はい、だけども今日本のマスコミがあんなに親日だというふうに叩いているユン・ソンニョル政権も非常に統一教会とつながりがある。うん、はい、韓国のカルト宗教問題、ユン・ソンニョル政権の今回の対日外交の背後にいるのは統一教会じゃないかと、うん、それから、新天地教会、JMS 今は非常に問題があるというこの韓国の問題教団のルーツにあるのが、兄貴分としているのが統一教会じゃないかということを、特集したいんですね。はい、うん、で先にあれですかね、あれを見せましょうか。はい、ネットフリックスで話題になってる、うん、ドラマというかドキュメンタリーですよね。
全部8部になって、3つが JSM ですか。私は神だ。はい。結局はメシアだ。정영석이이시대에온메시아다 JMS 는왜메이플을협박하는거죠제가사실을밝힐까봐한200에서250개교회까지는올라간것같고항상여성들을데리고다니거든요근데다키크고이뻐요그목사는엄청기도하시고성경을2000번읽었다하나님이안보인다고안보여낮춰다봐하나님사실을밝히고한명이라도진짜그런피해자안나오게하고싶어요황령은자신을비롯한수많은여성신도들이총재정치로부터상습적으로성폭행을당했다고주장했습니다그것이하늘의뜻이라고했습니다정명석의성폭행과이런사실들이처음으로세상에폭로되는그런사건이었죠뭘찍나요이재룡목사는목사의탈을쓴사기꾼이었죠교주김기순은자신을신격화시킨뒤지상천국을만들겠다박순자가신이었나요뭐나안따르면뭐니들다죽는다그거지뭐서른두명이같은장소에서죽었다완전공포였죠저도24년간하면서10억은넘는걸로제가알고있습니다신앙유지하면서끝까지계속물고나가안녕はいどうぞはいこのだから JMS の名前ミョンスクなんだっけキムミョンスクでしたっけチョンミョンスク JMS チョンミョンスクチョンミョンスク JMS って、はい、チョンミョンスクかキリストの J、キリストの J M がなんだっけな M が牧師かな牧師の M それから S が宣教の S なんですけどもこのこれもそうこういったやり方で自分は神だっていうふうな形で1万人の信徒の女性かな、強姦してるんですよねそれもあれですよ総大4大高大を中心に、高学歴の女性を1万人以上交換してますね。はい、それも1メートル70センチ。これが非常に、モデルみたいな子たちを。競技的。なるほど。それがね、競技的にも、人のつながりと言っても、人のつながりからしても、やっぱりその統一教会、ムンソンミョンの、教えをやっぱり築いてるような問題教団なんですよ。うん、はい。じゃあそれ次は行きますかね。次進めた方が分かりやすいと思うんですけども。はい。はい、まず、この、先ほど私の神だねやつは8部作なんですけど、4つに分かれていて、はい、JMS が3つ、1話から3話。うん、それでその後に、はいはい、32人が一緒に亡くなったというパクスンジャという人の宗教を、ね、のやつと扱って、今度はまた女性、が私は神だと言ってるのが2人、2話、また最後にまた2話という形で全部、全8話なんですけどね、みんな衝撃的な内容ですけど、これでいいんですかね。はい、あそうですね、その前にもう一つ、サラン第一教会じゃないや、あれだ、新天地教会も説明しなきゃいけないですね。新天地教会分かりますか、ヘテ君。新天地教会はね、はい、韓国で最初にクラスターを起こした、教団なんですよ。ニュースで見ました。自分たちは神様に守られてるから感染しないんだって言って、でそれもユン・ソンによるとむちゃくちゃつながりが強いんですけども、この新天地も、はい、統一教会と非常につながりがあるってことをまず見ていただきたいんですね。これ、はい、ザ・タムさん、新天地が結局今回の、はい、大統領選挙にかなりあれを貢献してますよね、はい、おかげで、はい、はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ映像を見ましょう。はい、그런데이런피해는일본에서더드러나기도했습니다아베신조전총리의피살원인에도통일교가있었죠통일교같은경우에는올해전부터좀정치권에유착을해왔습니다예를들면1970년도에통일교회또가장크게외치는사상중에하나가멸공
승공 이런 부분이거든요. 공산 정권과 싸워서 이겨야 된다라는 이런 사상을 가지고 있는데, 그래서 그 사상에 대해서 좀 관심이 있었던 정치인들은 통일교를 이용하기도 했고, 그렇게 정치인들에게 이용당한 통일교는 그것을 기반으로 뭐 교세를 확장하게 된다든지 아니면 자리를 잡는 데 있어서 도움을 얻는다든지 그런 효과를 봤던 것 같습니다. 특히 일본 극우와 굉장히 유착이 심하잖아요. 또 네. 오랫동안 견고하게. 네, 네, 네. 제가 봤을 때 통일교와 일본 정치권과의 유착 관계를 생각해 봤을 때 가장 잘 보여줬던 게 아베 전 총리의 이제 사망 사건이다라고 생각을 합니다. 사실 통일교는 오래전부터 이제 일본 국가를 어머니 국가다라고 부르면서 통일교에서 일본 국가를 많이 관리를 해왔거든요. 그러면서 일본 안에서 많은 신도들을 또 보유하고 있었고 많은 헌금을 거두어왔습니다. 그렇게 해서 통일교는 또 막대한 자본이 한국 땅에서만 들어온 게 아니라 일본에서 가져왔던 그런 돈들이 있었던 것이죠. 그렇게 자금을 바탕으로 통일교는 계속해서 성장해왔고 일본에서도 자민당 쪽이랑 되게 깊은 관계가 있어왔다. 이 때문에 기시다 후미오 일본 총리의 지지율은 20%대로 추락하기도 했고 조기 퇴진 여론까지 들끓을 정도로 당시 통일교에 대한 일본 국민의 분노가 거셌습니다. 또 이런 통일교는 한일 국제결혼을 매우 적극적으로 시켰죠. 한국 내에서는 통일교 2세들의 친일 인식이 사회적 문제로 떠오르기도 했습니다. 제 집사람도 일본 사람인데 저는 95년도 이제 저희들은 결혼을 축복결혼이라고 얘기를 하는데요. 네. 왜냐하면 또 여기 한일가 좀 자녀들이 많으니까 우리 애들도 다 이중 갖고 있었어야 되는데 그러니까 일본에 대한 어떤 기본적인 관점들은 그렇게 갖고 양의 문을 산부모 메시아로 믿으니까 그 권능의 메시아 권능으로 저희들은 뭐 축복받았다고 믿고 있는 거죠. 전문가들은 이런 통일교가 한국의 거대한 사이비 종교들의 형님뻘이라며 족보를 제시합니다. 통일교하고 이제 신천지의 관계는 이제 교리적으로 이제 연관성이 있고 교리적으로요? 제임스도 통일교 교리를 차용한 거잖아요. 제임스는 정명석은 아예 통일교 교리를 한 70% 정도를 그냥 그대로 갖다가 베껴 쓴 거고 거기다가 한 20-30% 이제 몇 가지만 갖다 이제 얹은 거고 신천지는 그 정도는 아닌데 교리적인 연관성이 있게 된 거예요. 통일교의 아류에 있던 사람이 신천지에 들어와서 이만희 교주에게 이제 성경을 조금 들으면서 자기가 알고 있던 걸로 신천지 교리를 다 이렇게 혼합해서 체계화시킨 게 신천지 교리거든요. 요거는 이제 85년경의 얘기고요. 2007년경부터 통일교의 박보희 씨가 이제 여기 연관이 되면서 통일교의 평화를 이제 내세워서 하는 막 세계적으로 문선명이가 돌아다니면서 했던 그런 활동을 했던 게 있거든요. 70년대, 80년대. 그런 통일교 홍보, 쉽게 말하면 마케팅 전략을 그대로 신천지에 접목시켜서 2007년, 8년부터 해서 그거를 그대로 통일교 따라하기를 하는 겁니다. 교세는 국내는 신천지가 10배도 더 됐죠. 통일교는 실제로 국내 교세가 약해요. 그런데 일본 쪽에 거의 뭐 20만 이상 있을 거라고 보니까 국내에는 신천지가 훨씬 많고 재정적인 거는 통일교가 훨씬 많을 수밖에 없는 게 통일교는 기업화되어 있고 신천지는 기업형 사교 집단은 아니니까. 이 신천지랑 통일교랑 좀 그래도 뭐 관계가 나쁘진 않은 거죠, 지금도? 좋았죠. 서로 이제 상부상조하는 마치 그런 그런 관계였죠. 박보희가 중간에 개입이 되면서 아주 큰 형님뻘이 되는 거죠. 어떻게 보면 이제 크게 놓고 볼 때 이만희한테는 저 문선명은 아주 대선배 격이니까 대선배. 이제 족보로 따지자면 이만희 교주가 처음에 몸담았던 그 박태선이라고 하는 전두관의 박태선과 문선명이가 같은 제 그 시대 동시대에 뭐 아주 큰 한국 교회의 이단의 양대 계보를 이루었으니까 정명석은 문선명 산하에서 가장 성공한 교주, 이만희는 박태선 산하의 후계에 가장 성공한 교주라는 측면에서 JMS 정명석과 신천지 이만희는 어떤 연관이 있다 이렇게 볼 수 있죠. 막 ここまで で 있다. 맞다. 예. 카르트 동시って 仲が 悪い ことって 多い じゃないですか. あの、本当統一教会なんかね、 親子で すごい むっちゃ仲が 悪い ぐらいだから. でも このカルト同士なのに あの、教義をお互い借りてるのに 統一教と新天地 JMS が仲がいいっていうのはちょっと特筆するべきことだと思うんですよね。 そうです。
ここで出てきた新天地はもうユン・ソギョルの選挙の時も実動部隊だったってことはもう分かってるんですよ。はい、はいはい。で、結局ね、自民党、日本の自民党と統一教会の関係ってむちゃくちゃ深いわけでしょ。だから結局今回のこの対日、ユン・ソギョル政権の行った対日外交も、裏で手を回してたのは、やっぱ統一教の影響は結構大きいんじゃないかなっていうのは、まあ、この後半にも出てくるんですよね。はい。うん、なるほど。あれ、はい、後半かけますか？なかったら後半、そのまま行きたいと思います。その仲がいいっていうのは、はい、なんですかね。うん、もうその、反共で、もうその政治工作するためだったら、もう別に、もう同じ目的だから、いくらでも繋がってやれるぜみたいなことなんですかね。まあそれもあるし、まあ人物的にも、だから人物的にもやっぱり繋がりがあるし、うん、ねえってことなんだけど、でもそれでも仲が悪くなることが多い中では結構特筆するべきかなと思うんですよ。統一、今の統一教なんてほら、今の教祖の韓博者とその息子たちがみんな別れて、うん、みんなお互いにむっちゃ仲悪いじゃないですか。普通なんかそういうのって近ければ近いほど逆にね、距離があるというか疲れやすいものなんですけど、うんうん、なんかもうもろやっぱり利権でつながってるから、そう、うん、なんか説明にあったようにやっぱり人はありますよ、あのね、反共、うん、全部反共なんですよ、うん、はい、反共で、反共を唱えれば何でも許されるという構造、はい、うん、それと反共を唱えることによって既得権になれるというそういう構造がありますよね、うんうん、あとやっぱここで解説されてるようにやっぱり人はたくさん、人の数、組織力は圧倒的に新天地の方があるけども資金力は統一教があるからっていう補完関係がやっぱあるんじゃないかなと、うんうんうん、いうのも、はい、ありました。いや後半かけたらさらに、これは後半はさらに日本との関係ですね、はい、はい、統一教が結局今回のユン・ソンニョルの対日外交を裏にいたんじゃないかということで、後半見ていただきたいと思います。조직력과세를가진신천지또자금력을가진통일교가서로호의적이다그런데각자자신들의왕국건설을꿈꾸는이들이모두유독유착된정치권이있다면어떻게느껴지십니까우리가잘알다시피지난대선에서신천지가윤석열대통령을조직적으로지지했다는신천지신자들의증언이이어졌었죠의혹은통일교도예외가아니었습니다신자들에게윤석열후보를뽑으라는문자메시지가전송되기도했는데이때통일교는개별소행이라는취지로변명했습니다문선명과한학자를메시아로추앙하는종교집단이라는점을고려할때얼마나납득할수있는지는의문입니다어찌됐든윤석열대통령이당선된후일본에대한굴종외교가이어지고있고덕분에추락하던기시다총리의지지율은반등했습니다이시점에지난대선을앞두고새벽예배설교에서했던발언이곱씹어집니다이제대선을놓고누가하늘뜻을받들어서이민족을하늘앞에책임할수있는나라로이끌어갈것이냐5년연장을할것이냐앞당길것이냐를놓고여러분이잘판단해야될것입니다알겠어요예한국문제는남북한이하나되기위해서는주변의우방을많이갖고있어야됩니다 지정학적으로볼때가장가까운일본은한국에피해를준문제가많은나라입니다그러나그나라를통해서신통일한국신통일세계를이룰수있다면품을수있는아량이있어야하는것입니다일본을통해신통일한국신통일세계를이룰수있다면품을수있는아량이있는후보를선택해야한다윤석열정부의굴종외교이면에통일교가있는건아닐까요기우이길바랍니다지금까지시민언론더탐사권지연입니다これはすごい内容ですね。ですよ。本当僕がすごく思うのは、リベラルの中で、自民党と仲のいい統一教会は反日カルトで北にお金をね、流し込んでるんだっていうこと言うの結構多いじゃないですか。で、本
と日本にとって都合のいいとこしか見てないなと思うんですけども、そういうことを言う人って。それ一部ではそのほら確かにこの植民地支配のこととかも統一教を言ってるんだけども、全体として見れば、自民党と、反共というイデオロギーを中心にして自民党と韓国の保守をつなげて、で今回の、ユン・ソンニョルのこう日本に対する屈服した全部その日本の言うことを聞くっていう外交をやっぱりその手助けしてるのが統一教だというふうに見るのがね、本当すごい当たり前の見方だと思うんですけどね。うんうんうん、だから本当リベラルでほら統一教は反共カルトだって言って、で反日カルトだって言っていうふうに言ってる人って、今まで僕のこれ例えると、今までいじめられてたいじめられっ子が最近いじめっ子の集団に入れてもらえたから喜んでいじめやってるっていうそういう心境じゃないかなと思うんですよね。はい。うんうん、まあ非常に見方が浅い。はい、あ、どうぞどうぞ、すいません。ああ、いや非常に見方が浅いですよね、本当、うん、もう西田さんがおっしゃるように、うんうん、だから本当にその、ね、日本と韓国の関係においてずっと維持されてきて、それが日本にその都合のいいというかね、植民地に向き合わないようにっていうふうに持ってきてる方向にずっと来てるのに、うん、そこだから見ずに自分たちを被害者だとしか捉えないというか、うん、だから結局その、うん、なんで僕たちが今こうやって苦しいのかっていう時に、ああそうかって、朝鮮の反日カルトのおかげかっていう風のですごい納得したがってるというか、それって日本側にも利益があるというか、ね、その歴史を直視せずに中世主義の側でいられたっていう、うん、そこを見ずに、なんて言うんだろう、都合のいいところだけ本当見てるなっていう、おっしゃる通りだと思いました。うん、日本のだからそのやっぱりリベラルも結構その浅い方が多いなっていうのがこの間思ったところなんですよね。はい。やっぱ海外統一教のもう一つの顔があるじゃないですか。はい、勝共連合っていうか。あ、そうですね。はいはい。だから勝共連合のあれですよね。会長が岸信介でしょ。初代そうですよね。はい。あ、違う、笹川か。笹川か。笹川か、笹川で、それ岸信介も入ってたし、あと児玉義雄とかですよ、はい、それがある意味で日本人の統一教のスポンサーですよ、はい、バックボーンになってるのがそういう人たちですよ、はい、うん、っていうのをまずそこを見ないとわからないですよね、わからなくなっちゃいますよ。じゃあ、1回はやりたかった特集なんでね。はい、だけど、この3つ、4つあるじゃないですか、この、はい、私は神だ、はい、この。一応、この4つはね、またもう1回、ちゃんと説明したいですよね。そうですね。はい。一つ一つ、JMS、うん、あ、チョンミョンフ、はい、まあ、ここら辺でもう時間も今日長いから。はい、はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。じゃあ第2部はこれで終わりにしたいと思います。どうですか、はい、素晴らしいおすすめだ、素晴らしいおすすめだ、はい。